さあ、皆さんお待たせしました。どうも、飛び石連休の藤井ページです。毎週ですね、いろんな方にゲストで出てもらって、あれやこれやと聞く生配信をやってるんですけれども、では、早速登場してもらいましょう。今夜のゲストは、火災報知機能高松くんです。どうぞ。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。火災報知機高松です。緊張感だよ。すいません。ちょっと逆算したところ、芸能のお仕事が1年ぶりになりまして、どの声のボリュームだったかちょっと今探しながら喋ってます。すいません。しかもどうやらそれ1年自前、宅じゃないっぽいもんな。ちょっと副業の出張で、静岡県浜松の方に行ってまして、まあ、ほぼ副業と言って格好つけてますけど、ほぼ本業になります。これで、おまんまいただいております。ああ、そうなんだ。で、差し支えなかったら何系の仕事か言えんの？ウォーターサーバーってご存知でしょうか？いや、冷たいと熱湯が出る。有名だよ。それを、おすすめしてます。ショッピングセンターとかで、ちょっとどうですかみたいな言うてる感じの。あ、そうなんだ。その人たちです。ああ、だから全国に行くんだ。煙たがれながらもやってるっていう感じえ、で。煙たがられんの？やっぱり、そうですね。いらない人の方が多かったりする商材ですので、いつもいるねとかって言われるんで、好まれてはないですね。それでもあれでしょ？一日経ってたら何件か契約できたりするわけでしょ？まあ、そこも本当技術次第ですね。で、その日0円っていうこともあります。契約取れなかったら0円なの？そういう契約でやらさせてもらってます。うわー、はそうい。なんだ。結構まあだから出張して、例えば連休ずっと0円みたいなこともありえるわけでしょ？ありえまうわ、す。怖っ。一応あれでしょ？さすがにその交通費とかホテル代は出してくれるわけでしょ？そうですね。さすがにそこお、は、やっおお、ぱそうやんり。な。ただ交通費、ホテル代出してるよねっていう、それしかできなかったんだっていう圧力との戦い。うわ、怖ー。いや、なんか厳しい世界にずっと身を置いてます。芸人から始まり。他の仕事あるだろう、できっも、と。転職ですよ。あ、じゃあまあ、気に入ってるんだ。そうっすね。今なんか楽しいです。正直今日は振るわなかった部分はあるんですけど、おお。変な話、そんだけいただけるっていう日ももちろん、ああ、なるほ特どにね。土曜日、日曜日なんかは、やっぱりお客さん、明日土曜日なんで、本当はこの配信も本当、やらないで早く寝たいぐらいなんですけど、でもまあ、やっぱ先輩の頼み、8月に断って10月まで伸ばしてもらって、それでもそうやこな。んな、ってか、大丈夫ですか、こんな小粒。今、超大物や。今日は超大物ゲストの日やで。おお。難しいですよ。超絶も大う物多ゲストの日だよ、今日は。何言ってるんだよ、ほん分。ま。マジですか？じゃあ、いただいちゃっていいですか？いや、どうもお疲れ様です。すいません。ちなみに僕は氷結無糖レモンいただいてます。このね、配信は、どういう経緯で芸人を始めたのみたいなところから聞いてんのね。高校生からやってるでしょ？そうですね、高校生、コンビ自体は実は中学生には組んでるんですけど、ええー、あ、そうなんだ。もともとなんかとんねるずの皆さんのおかげです。やっぱとんねるずさんがやってたこの一笑いみたいな、みんなで仲良しで笑いやるみたいなことが面白いと思ってる中学生がやってたんですよ、7人組で。あ、そうなんだ。7人組でチャレンジャーっていうなんか思いつきでつけたチームがあって、その中でもいろいろ火災報知機っていうユニットもあれば、あ、なるほど。その他にもなんかいろいろ2人でなんかやるところがあったんだ。そうです。で、ナタデココっていう3人組、また僕が3人、当時流行ってたナタデココで、なんかそのチャレンジャーっていう7人の中でいろんなコンビトリオを組んでたのが、その一つが火災報知それはさ、どっかで披露してたの？そのネタとかを。は、大体校長先生の朝礼、月曜日とかって朝礼してて、そういうのがあったと思うんですけど、それの前説とか、朝礼例えのば前説、俺初めて聞いてんけど。小林とやってましたね。あとスキー教室とか行くじゃないですか。インストラクターの先生たち、教えてくれる先生たちがちょっと遅れてて、そのつなぎ。だから当時、火災報知機っていうのは、人前に出ても恥ずかしくないぞの2人だったんです。チャレンジャーでも、ナタデココは仲間内ではできるけど、女子生徒の前では無理。思春期やからな。で、火災報知機って、もう、まあいい、まあ、小林、ご存知の小林と高松、僕でやって、人前に出ても全然平気。
みたいな2人が課題を持って、じゃあちょっとあのインストラクターの先生たち到着遅れてるから火災ホッチキなんかやってみたいな、で同学年の生徒の前で雪山の、まあ今多分小林写真持ってると思うんですけど、雪山でスキーウェア着ながら漫才とかコントやって、うわすげえなみたいなことをやってました。あれはあの文化祭とかは文化祭で発表して受けた、だから芸人になるみたいなのが結構主流じゃないですか。そうやな。今売れてる方たちとか、うんうん、でも僕たち文化祭なんかやる前に、うん、フラットの朝礼とか、うんうん、それこそ先輩の文化祭の人2人来いっつって、お前らなんかやれっつってやってることがスタートだったので、文化祭なんて中学3年の卒業式、うん、謝恩会みたいなことのラスト、まあ、もうみんなが知ってる状態でやったぐらいですね。だから文化祭でやったのが思い出とか全然ないですね。何もうお笑いが好きやったってこと、お笑い番組とか、まあさっき言ったトンネルズとか。そうですね、僕と小林は多分トンネルズさん見て育って、やばいやばい、お笑い求められてるぞで、小林の方が当時ゲオで、ムービーで買って中川家さんの爆笑ブーイングとかって多分藤井さん世代だと思うんですけど、もちろん関西ではもう有名なネタ番組、僕たちは爆笑ブーイングみんな見てねえだろうなと思って、当時埼玉テレビで東京で流れてたんで、おそうなんだ、やってたんだ、おそれを丸々パクってやってました。なので、うん、僕たち漫才やるとき中学校のとき関西弁でした。何やねん、矢野兵道さん、うん、なんでやねんとか言ってました、うん、矢野兵道さんのネタやったりとか、当時で言いますとビリジアンさん、今で言う小籔さんの、小籔さんや、うん、矢野兵道さんなんか特にあのツッコミコテコテの関西弁やん。そうです、それそのまんまやってました。うわー、それで笑いを取ってたと、まあ、笑い取ってました。であのクオリティでやるもんだから、やっぱり大人は黙ってないっすよね。なんかあの中学校2、3年生で矢野兵道さんのクオリティだったりとか、中学3年生でやってるんで、そうやな、お笑いやんないのみたいになって、あーへー、で僕たちパクってるなんて言えないんで、まあ時期が来たらやりますみたいなことずっとそれで逃れ逃れやったんですけど、さすがに高校卒業するときにもうちょっと一回じゃあ試しに挑戦してみようってなって、この世界入ったのが、それがアナウンス学院、ご存知だと思いますけど、今でこそ原口さんとかタイムマシン3号とか、それこそ土田さんとかも出てるところにの大会があったんです。ちょっと待ってな、あの2人同じ高校に入るわけ、小林と。高校は別々でした。教師になりたいって言って、小林は日大の方に行って教職取るんですけど、後に、うん、僕は都立の普通の高校行ってて、もう本当に高校の時はほぼ会わず、ほぼ会わなかったです。高1高2でお互い別々。え、じゃあ特に活動はしてなかったわけ、その2年間は。何もしてないです。それなりに高校生を楽しんでました、純粋にな。で高校3年の夏、やっぱり進学だったりとかそういうのの時に、うん、じゃあちょっとそういうのなんか面白そうだしやってみるなんて言って、小林とまた会いまして、うんうんうん、でその時にライジングプロダクションっていうスピードとか安室さんとかの人たちの事務所に受けたんですけど、結局ダメで、うん、一次オーディション向かって2戦目行ったんですけど、結局そこで優勝したのがハッタンアミカさんっていうアーティストシューティングスタイル、うん、ほぼ同期です。ハッタンアミカは同期、ハッタンアミカと同期なんや。まあ、同期ですよ、同じ大会に出て、まあ、負けとあっちは勝者になった、うん、ハッタンアミカ同期ですね。ブラックバイナーはスピードと同期は言うとったもんな、うん、でそれでなんかお笑いっておもろいねみたいな、その戦うっていうことというか挑戦して審査されるっていう立場になったのが初めてだったんですよ。そのでもあれでしょ、その時はさすがにさ、オリジナルのネタ作らなあかんわけやん。そこです、まさにそれで、うん、オリジナルのネタを作って受けて、ああなるほど、俗に言う芸人のその気持ちいい、うん、はいはいはい、感じ舞台、うん、それで味を占めて、次夏休みの大会何かないかなって見つけたのが、それアナウンス学院のその先ほど言った大会、そこで異種格闘技戦みたいなことがあって、声優を目指してる子だったりとか、うん、もちろん芸人を目指してる、うん、あとは俳優さん、そういった出たい人たちが集まる大会、異種格闘技戦みたいなので1回戦から戦ってくんですよ。へー、人対役者さんが戦ったり、なんかパフォーマンスをするってことね。じゃあね、
そうです。もう芸人なんかネタをする、うん、で役者さんとかは一人芝居をする、はいはいはい、で声優さんはアテレコで自分の声色を何種類も出せるをやるみたいな、うん、いいね。それこそその大会にチャンカワイもいて、うん、そうなんだ。チャンカワイだから同期、同じとして同期なんですけど、うん、でまあチャンカワイたちは今のそのダブルエンジンの全然前のコンビで他の子たちと組んでて、でどんどん戦ってて、僕たちたまたま決勝行って、うん、声優の女の子がいて、はい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 、10種類の声が出せる女の子が決勝まで上がってきたんですよ、うんうんうん、その子が一つのアニメかなんかを一人で全部やるんですよ。で僕たちはただただ卒業式のコントみたいなことやって圧勝しました、うん、圧勝したんかよ何やねん。でそこで太田プロの方が審査員にいて太田プロに入るという流れです。はい、体浮くぐらいは受けましたね。あ、受けたんや。あれぐらい受けたことないんすよ、デビューして以来。あそこでやっとけよかったなと思ってます。いや、すごい華々しいデビュー飾ったやな、ほんなら。おかげさまです。すいません、でもあの穴学にもそのまま入るわけでしょ。その時に小林はもう大学決まってまして、日大にそのまま進学で、うん、で僕はもう何も決まってなかったんで、うん、じゃあ僕が穴学に入るっていう、うん、で穴学でお世話になりました、ね、2年間。まあでもあれでしょ、コンビを続けながらってことでしょ。ネタ見せとかもそれこそ荻野さん、太田プロの荻野さんっていうネタ見せする人が、うん、太田プロの人がいたりとか、うん、太田プロの人に出てもらったら、あのちょっと全員に聞いてんけど、みんな全員荻野さんのモノマネできるんでしょ、はい、どうなんだ。でうんうん、それで僕あの振るって下手な方なんで。ああ荻野さんは鶴太郎さんの弟さん。弟さんよね、うん、はい、ヨガやってない方ですね。どこで見分けてんねん、どこで見分けてんねん。でそのまま太田プロにお世話になることになりまして、まあ、あの何も決まってないんだったら太田プロライブ出てごらんっていうので、そのまま高校生のまま当時市村近藤とか、うんうん、それこそブラックパイダー SOS とかエルドンゴータカーとか高校生から聞いた聞いた。高校生の芸人の流れが何かあったんでしょ当時ね。ありました。じゃあまあデビューは高3みたいなことかな。それこそ秋ぐらいですね、うん、今ぐらいの時期ですね。高3の秋で今で今年で何年になるわけ。そうですね、僕40、うん、今年3の年なんで、うん、そうですね、26。長いな。誰が言ってんすか。オンバトでの女装キャラとレッドカーペットでの田舎者キャラは未だに覚えてるぐらい大好きですよ。でも今でもやっぱやりたいですよね、ネタは。ああ、そうやろ、そりゃそうやろ。はい、もちろんやっぱ、うんうん、でも今藤井さんもネタはやられてますもん。いや俺あの毎月の事務所ライブ出てるよ俺。いや、うん、ほんと羨ましいですし、あの尊敬しかないです。新ネタってことですよ。いやまあ事務所ライブやからな。うん、いや別にそう、逆に言うと他にないよ別に。毎月こうやってまあ毎週 YouTube とかはやってるけどさ、でもほら、うん、忙しいよ上乗りしたじゃん。忙しくないよ、忙しくない。いやそれしかないみたいな話をしてるわけほんま。でも本当にやっぱ藤井さんは僕たち、後輩陣がやっぱ憧れですね。お笑いずっとちゃんとお笑いにグッといってるっていうか。いや、まあね、やっぱ僕たちの先輩でも名前は出さないですけど、いろんな副業に行ったりとか。いいんだよ名前出しても。いや、いやそれでそれをバカにしてとかそういうわけじゃないですけど、やっぱ得意分野が変わってくる方っているじゃないですか。ああでもそれはな、生きていく上で生きていかなあかんしな。でも藤井さんみたいにやっぱりお笑いしかわしはあかんっていうこの。そんなこと言ったことないよ俺別に。なんで急にきつめの関西弁でお笑いしかあかんねやって言ってない。言ったことない俺そんなこと。言ってましたよ。どこでやねん。フットサル終わり。フットサル終わり土田さんおるところで言うわけないよそんな。どう詰められるか分からへんよそれ、うん、いや藤井さんだけですよ、うちの大先輩の土田さんを、うん、頭パチッ叩くの。あみんなヒヤヒヤしてたんですから。あもうなんだろう、年を経てもう叩けない俺は。あの頃は叩けてたけど。いや僕本当に今お客様に商材をおすすめするときしか喋ってないんですよほぼ。あだから喋りたいことが溢れてんねん。溢れてますね。1年前にその役者さんのお知り合いの人の映画記念とかそのファン感謝祭みたいなところの MC をやっただけで、はいはいはい、うん、最後コンビで活動したのいつなのかなって、これを機会に調べたんですけど、うん、3、4年前ぐらいのポコポコ大作戦っていう、うんうん、ヘッドがやってるライブ、横須賀かどっかでやってるやつ。そうです、横浜だったりたまに行きがって渋谷までクラブまで行きがって言うなよ。でも、うん、クラブでネタやるってもうライオンヘッドのライブでしかないんですけど。そうやな、あんま聞かない。それがさ 3,4 年前なんで、3年4年ぐらい相方と会ってない、うん、あ本当。
結構ほら若い頃にさ、はい、まあ、こう高校生コンビみたいな感じで、はい、ライブとかでもその時一緒だったけど結構人気あったよね。でもそれめちゃくちゃ皆さん買いかぶっていただいてるんですけど、体感として周りの人気者たちやっぱ見てきてるじゃないですか。まあ人気なかったっすよ、火災報知器って。そうかな、多分それ人気ない僕たち以上に兄さんたちが人気なかったんですよ。すごい突き刺してくるやん。ライブ終わっても人気ある人たちってそこから動けないぐらい、あと帰り大変なぐらいプレゼントもらうっていうこと経験したことないです。あれやってたんやん、全然帰れてます。ライブでもさ、市村近藤と4人組でなんか曲出してなかった。なんでそうやって傷口に。傷口じゃないでしょこれは。すごいですよあれも。まあ、お笑いの雑誌の企画でいろいろやらさせていただいた時期で。逆なんや、4人組でな、トランプっていうユニットの名前でな。何見て調べてくれたんですか、ありがとうございます。俺だって違うもん、だって俺その時俺ライブで一緒になってさ、エンディングで告知してんの覚えてんもん俺。うわー、うん、ご迷惑おかけしました。ほんでちょっとじゃあちょっと踊ってみてよみたいなんで、みんなで無茶ぶりで4人でワンフレーズを踊らされるみたいなくだりがあったりとか。受けてました。小林が心途中で折れてやだよっつって。いや、あいつそういうとこあるんですよ。いや、そうです、トランプやりましたね。それも結局僕たちが、うん、先手で出したんですけど、関西の方でもう数千倍数万倍人気あったキングコング、あ、ランディーズ、うん、ロザンの3人組が曲出した、かぶせられました。ウエッサイやウエッサイ。ああ、さすがご存知、おっしゃる通り。やっぱり強い事務所って虎視眈々と見てますよね。やっぱりなんか弱者が頑張ってるところをその上を行って潰してくるっていう強さは、やっぱり人気も絶頂でしたからね、当時キングコング。ウエッサイはすごい人気あったみたいだね。うん、その時は俺も東京にいたからさ、体感はしてないねんけど。実際でもライブとかも一緒に出られてたんですか、この辺のキングコングとか。全然だよ。あ、ランディーズは俺の2期下の1年後輩やから全然面識はあったけど、はい、ロザンはほんのちょっとライブで一緒になったかなぐらいで、キングコングに至っては1回も一緒になったことなかった。コテンパンに潰されました、僕たちが出した関西チームスト。その時ぐらいにもう市村近藤が辞めてしまわない？あれめっちゃお笑い詳しいっすね。違う詳しいもクソも、同じ時代を生きてるんだよ俺は。まさにそうで、これからじゃあ関西の同級生、キングコングなんて同級生だったんで、うん、僕たち、まあ、負けてるけど戦ってたら何か巧妙見えてくるんじゃないかみたいなことで話し合ったんですよ、はいはいはい、事務所とかプロの会議室で。よし、じゃあもうこれトランプってことを始めたからには、うん、もうなんか面白い、ちょっとバグってたんでかっこいいとかかわいいとか、うん、なんかで勝とうぜって会議をしたんですよ、4人で、マネージャーを含め、うん、よし、じゃあ頑張っていこうと話し合って、うん、よしってなって、終わった瞬間に、市村君と市村君がその足で社長、記者のところに行って、今月でお笑いやめますって言ったんですよ。しびれるな。いや、ちょっと待ってと、今頑張っていこうねっていう。打ち合わせの前に言えなかったのっていう。その日でトランプっていうチームは終わりですね。もう誰も、まあ、市村近藤がまず終わりですから、辞めるって言って解散ですから、その流れで。それさ、その相方の子は知らんかったわけじゃ、辞めるっていう。知らなかったのと思います。変な子でしたね。近所のおばちゃんの証言やと思う。嫌いじゃないですよ。いい子なんですけど、変な子でしたね。アイドルになり損ねてしまったんだな。変な終わり方でしたね、トランプは。うん、なんか急に辞めたなっていうのだけを覚えてる俺。もう本当でも形として一番綺麗なのは、本当西の方たちに負けたって辞めたと思ってくれるのが一番綺麗なんですけど、実はそういう裏事情はありました。これから西と戦っていくぞって、その日に市村くんが辞めると。タイミングがな、すごいな。